副議長にご出席を賜りありがとうございます。毎回そうでございまして、この重たい議員委員会に本来内閣総理大臣がお出ましになり必要事項をご説明いただく、これが内閣総理大臣なりの国会に対する敬意であり誠意だと感じてきただけに、再三の要請にかかわらずご出席いただけないことは大変残念です。加えて国民に対する記者会見を婚姻を行うものだと思ってました。正式にこれは山田広報官を続投させたという誤った判断が記者会見の差し障りとなっている本末転倒なんじゃありませんか。まず冒頭聞きますが、きちんと広報官を更迭し今日宣言を解除する前内閣総理大臣が正式な記者会見を行うべきだと思いますが、その点まず大臣お聞きします。石破大臣、まず本日私が出席してご説明するということにつきましては、国会で議論がなされお決めになられることに従って、私こちらでできるだけ丁寧にご説明したいというふうに考えております。それから山田広報官のことにつきましては、私何か直接担当しているわけでもございませんし、事情を承知しているわけでもございませんので、どうも控えたいと思いますが、菅総理官房長官の下で適切に判断されていくものというふうに思います。小田君、私も限らず多くの方はそう思っていると思います。というのも関西圏、中部圏、九州圏、みんな努力し辛抱して我慢してきました。それに対して内閣総理大臣として正式な会見できちんと誠意を尽くすということは当然のことではないかと思います。そのことをしてきた上で、今の感染水準なんですが、これ第1波の2倍なんですね。下がりましたが、第2波のピークと同じなんです。そして第3波の初期と同じ、ということは相当リバウンドに気をつけなきゃいけない。第3波は初期からピークまで 1,2 ヶ月でしたという意識は十分お持ちだと思います。それでもうちょっと時間が5分しかないので答弁求めませんが、時短のお話が今ありました。でそれに加えてちょっと研究していただきたいのは、例えば時短をすると一定時間に集中しますよね、お客様。じゃなくて定員を半分や3分の1に減らすというやり方もあり得る。これが一番感染抑止と売上確保の均衡点だという研究があるんだそうです。それからこれから徐々に出るであるワクチン接種者、それから私が言うのはなんですが回復者、この方々に経済活動を引っ張ってもらうという考え方もあり得る。諸外国では例えばグリーンパスポートのような考え方ですね。これ差別の問題もありますが非常に難しいんですが、しかし検討せざるを得ないと思います。それから飲食も一律じゃなくて、例えばお一人様、例えば家族など同居者の飲食は場合によっては積極的にやってもらうということもあり得るかもしれない。つまりきめ細かな対応が解除後はなお一層求められるということで、今申し上げた3点ちょっと頭の片隅にぜひお願いします。その上でお聞きします。来週首都圏の解除が議論になると思いますが、これは政府がオリンピックを開催したいという意欲や意思と関連した判断になるんですか、それともそれとは無関係なんですか。その点ご答弁お願いします。西村国務大臣、私の立場で、まず先ほどご指摘いただいた点についてはですね、私も常に頭に置いていることがあります。引き続きさまざまな検討を進めていきたいと思います。その上で、オリンピックについてはですね、私の立場からは、まさに安心して開催できるようにですね、全力を挙げて、感染を抑えていく、このことが大事だというふうに考えております。緊急事態宣言を解除するかどうかについては基準もお示しをしておりますので、それに基づいて、判断していきたい。ただし変異株について今日相当慎重なご意見もございますので、そのことも頭に置きながら専門家の議論を聞いて判断していきたいというふうに考えております。科学的な判断を期待したいと思います。それで最後にまさに変異種の話なんですが、今全体感染者の1割のサンプル調査になってるんですね。でピークに比べると感染者数そのものが1割ぐらいになってるんですよ。ということは遺伝子解析の能力からすると全数検査できるはずなんです。ですから変異種を探知するための遺伝子解析を全数に広げるべきだということ、プラス GoTo キャンペーンの開催再開意欲についてどのようにお考えか、2点お聞きして質問いただきます。西村国務大臣、まず変異株につきましては本日も諮問委員会でもかなり議論がございました。この監視体制強化をしていくということであります。そしてご指摘のように今感染研がほとんど全ての都道府県にその検査方法を配分してですね、はい、お出しをして、そして PCR 検査で分かるようになってきております。今全陽性者数の 5% から 10% について検査を行っているわけでありますけれども、もし出てくればですね、出てくれば、さらにスクリーニングをかける割合を引き上げるということにしておりますけれども、ご指摘のように確かに全体の数が減ってきたときはですね、よりやりやすい環境になってきますので、それも含めて今後さらに強化していく際にさまざまな視点から検討していきたいと思います。それから GoTo キャンペーンにつきましては分科会からはステージ2の段階になってから始めるようということでありますので、どういう始め方をするか、これは県内から始めるというのも一案だと思いますし、国交省でさまざま検討なされています。いずれにしましても感染が再拡大しないように慎重に判断をしていきたいというふうに考えております。私どもとしては観光事業者の方への直接支援を兼ねて活用していますので、それも含めて受けていきたいと思います。ありがとうございます。